こちらはレーンの村のシェルナーとして参られたお方です。あなたがアーシク様の遠いところまでありがとうございます。私はキールと申します。アーシク様の花嫁となるものです。 よろしくお願いします、シェルナー様。ジュレットの町を訪れていたアーシク様と出会ったあの日から、今日のこの日をどれだけ待ったことか。すぐにでもレーンの村へと向かいましょう。キールさん、流行る気持ちはわかりますが、 まずはしきたりに従って花婿から結納品を受け取りましょう。花婿より結納品となる貝殻を預かっているはず。それをキールさんに渡していただけますかな。 では、シェルナーより花嫁キールに結納品の貝殻の贈呈を。
がアシク様が私のために見つけてくださった貝殻。なんて美しいのでしょう。アシク様の心の清さがそのままこの貝殻に現れていますわ。見つけた。僕の花嫁。僕と一緒に行こう。まさか魔物がこの祈りの宿に花嫁を。僕の花嫁。私はあなたの花嫁ではありません。さあ行こう。雷光の浜に僕たちは結婚するんだ。話をご存知か。実は異例の浜の本当の名は雷光の浜というのです。花婿の霊を鎮める異例碑が立ったことで異例の浜と呼ばれるようになり、本当の名は廃れてしまいました。しかし今の黒い魔物は雷光の浜という名を知っていました。しかも花嫁を見つけたと。つまり今の魔物はあの浜で花嫁を失った花婿の霊が悪霊と化した姿ということでしょうか。花嫁の身の安全を守ることはシェルナーの大切な役目。すぐに戦いの準備をして異例の浜へ。何とぞキールさんをお救いください。
駄だよ。君たちじゃ僕に傷一つつけられやしない。黒き力が僕を再び花嫁に会わせてくれた。そうだ、僕はこの花嫁と二人で永遠に暮らすんだ。だから邪魔をするな。僕のギエルも取られちゃう。ギエルは僕の花嫁だ。ギエルは僕の花嫁なんだ。君のおかげで僕の無念を押さえつける貝殻を解かせたんだ。感謝してるよ。でも花婿は二人もいらないんだよ。くそ、キールをさらった魔物を見つけて追いかけてきたが、この俺が全く歯が立たねえとはな。アシク、すまん。一緒に連れてくるべきじゃなかった。お前だけでも逃げてくれ。失うのはもう嫌だ。みんな消えてしまえばいい。そうすれば僕とダーリアを二人を邪魔する。
ちを呼べ、全てを吹き飛ばせ。なんだ、何かが来る。よかった。怪我はないようだ。僕の名前はレグ。あなたに謝らなくては。ようやく目が覚めた。僕はあなたを無理やり自分の花嫁にしようとしていたのか。ごめんなさい。私はあなたの花嫁ではありません。すまない、自分を止められなかった。僕の心は黒い闇に包まれていたんだ。君を死んでしまったダーリアの代わりにしようとしていたなんて。僕はレグ、私はここにいます。ダーリア、行きましょう。私たちは私たちの行くべき場所へ。ああ、ダーリア、もう絶対に離れないよ。この広い海の世界、あなたと私、二人が出会った。あなたがくれた小さな貝殻、日の光の中、美しく輝いて。これから二人、幸せ。返し歌だ。ウェディの古いな。花嫁が花婿に贈り物の礼として歌う。この貝殻はレグという花婿が花嫁ダーリアに贈ったものなんだ。僕はレグさんの怨念に操られて
その貝殻を取っちゃったんだね。お供え物に手を出したことなんかこれまで一度もなかったし。でもそのおかげであの方たちはもう一度出会うことができたとも言えますわ。だからもう気に病まないで。私たちは私たちの幸せを二人で探していきましょう、アーシク様。ありがとう、キール。そうだね、二人で幸せになろう。おいおい、二人とも、そこから先は結婚式でやってくれよ。大丈夫、ヒューザー。ごめんね、キールのために。このくらい大したことねえが、またいいところをこいつに持ってかれちまったな。腐ることはない、ヒューザよ。お主が時間を稼いでくれたおかげでこやつが間に合ったのだからな。さあ村へ戻るとしよう。結婚式の準備を急がねばならんぞ。浜ではキールを助けてくれて本当にありがとう。バルチャ様にご挨拶に来ました。私たちの結婚式ができるのも全てあなたのおかげですわ。それじゃあ僕たちは家に戻ります。新しい貝殻も見つけておかないと。行こう、キール。はい、アーシク様。には伝えねばならぬことがいくつもあるのだが、それは二人の結婚式がつつがなく終わってからだ。シェルナーの役目はまだ続いている。わしたちも明日に備えて準備をするとしよう。花婿アーシク、花嫁キール、二人の愛は永遠のものとここに誓うか？誓います。誓います。母なる海の神よ、アーシクとキール、この二人が夫婦となることを認めたまえ。願わくば二人に大いなる海の恵みを、そして祝福を与えたまえ。花嫁キールの返し歌の英字により、二人の婚姻の儀を
結ぶものとする。はい、ウェディの古きしきたりにより返し歌をここに英字させていただきます。この広い海の世界、あなたと私二人が出会った。あなたがくれた小さな貝殻、日の光の中美しく輝いている。これから二人は永遠に、その手を携え永遠に、幸せと共に歩んでいこう。やれやれ、無事に終わってほっとしたぞ。シェルナーとしてのお前の働きも見事だったぞ。誰もがこの一人前の証を受けるにふさわしいと思うことだろう。ほれ、冒険の書を出せ。これでよし。お前は一人前の証を得た。大きな町へ行ったとしても一人でちゃんとやっていけるはずだ。バルチャローがお前を呼んでいたぞ。今後についての助言でもあるのだろう。すぐに行くがいい。ほれほれ。良い結婚式だったな。アーシクとキールは新しい道を二人で歩み出したのだ。次はお主の番だな。お主は幼い頃にわしに拾われ、このフィーア孤児院で暮らしながら両親を探すことをずっと望んでいた。だがな、何も言わずにこの鏡を覗いてみるのだ。この鏡は真実を映すラーの鏡。なんと、やはり。しかしこんなことがあるとはな。お主は人間のお主であってウェディのお主ではないのだな。他人の体を得て生き返ったものか。何故お主の身にそんなことが起こったか、その理由はわからんが、この世界を照らした白き光、あれは勇者が覚醒を迎えた時に放たれる光だと言われておる。その白き光が世界を照らしたこの時に、お主という存在が生き返り、この村に居合わせたのは何かの運命だろう。ならば、その光が発せられた場所へ向かうことが、お主の進むべき道に違いないと、わしは思う。旅立て、お主の運命を見定めるのだ。多くの国で活躍し、名を上げよ。さすればキーエンブレムという鍵の形をした勲章を与えられるだろう。キーエンブレムはお主の力の証、お主を導くまさに鍵となるはずだ。わしはこれまでお主というウェディの若者の親代わりをしてきた。お主にはその体の持ち主の本当の両親をどうか見つけ出してほしい。それこそが奴の念願だったのだ。手がかりは二つ。かすかに記憶にあった
大きな城の姿と、両親が何かの研究者であるらしいこと。もちろん、お主自身が運命を見定めることもここで祈っておるぞ。お主も今はわしの子なのだから。別れの言葉はいらぬ。まずは北西へと向かい、隣の樹齢島にあるジュレットの町まで行くがよい。一緒にこの村で暮らそうよ。これまでみたいに。ルベカ、彼女は両親を探しに行くんだ。本当の親がいるなら誰だって会いたいって思うよ。だから止めちゃいけない。僕たちは笑って彼女を見送ってあげなきゃ。ルベカさん、大丈夫ですよ。きっとこの村に帰ってきます。わけじゃないよね。このレーンは彼女の育った村だね。いつでも帰ってきていいんだから。僕たちはずっと待ってるよ、君が帰ってくる日をね、キール。はい、アーシク様。旅先でジュレットの町に立ち寄りましたら、ぜひ私の実家をお訪ねください。あなたのことは伝えてありますわ。お土産待ってるから。ムルベカ、泣いちゃったかな。やれやれ。それじゃ元気でね。いってらっしゃい。Thank you.
相変わらずだな、あいつらは。よっ、俺も村を出ることにしたぜ。一人前の証なんかもういらねえ。俺は俺自身の力ででかい町でのし上がってやる。お前とはいつかどこかで会うこともあるだろうさ。もしかしたら会っても気づかねえほどお互い変わっているかもしれないがな。じゃあな。
た旅の人だね。ちょっと私の頼みを聞いてくれないかい。町の北にさ、ソウミャって女の子が一人で住んでいるんだけど、最近様子がおかしいのよね。私が行くと角が立つから、あんたに家まで様子を見に行ってほしいのよ。何もなければそれでいいからさ。